ちは、タクノミグルメの奥くんです。ということで今回も美味しくタク飲んでいこうと思うんですけれども、今回はですね、普段は結構豚骨系のスープでラーメンを作ることが多いんですけれども、今回は塩ラーメンを作っていきたいと思います。ということで、この塩ラーメンね、どんな塩ラーメンにしようか考えていたらですね、干しホタテ貝柱っていうものをですね、手に入れましたので、今回はですね、そちらをふんだんに使ってホタテの旨味がギュッと詰まったホタテの旨味がギュッと詰まったラーメンの方を作っていきたいと思います。ということで、ホタテの旨味が凝縮されたラーメン、一体どんなお味に仕上がるんでしょうか。早速作っていきましょう。それでは早速調理開始。それではまず魚介系の出汁を取るために、ホタテなどの出汁を取っていきたいと思います。水を入れた鍋の中に、こちらの干しホタテ貝柱 30g、 ホタテ焼き貝ひも、こちらは 20g、 そして昆布を入れて、こちらをこのまま半日水出しします。一晩水出ししたら、こちらを火にかけて弱火でじっくりと加熱していきます。途中でアクを取りつつ、沸騰してから30分ほど煮出して魚介出汁が取れました。次に動物系のスープを取っていきます。鍋の中に鶏ガラを入れて、水を入れて一度下茹でしていきます。沸騰して 2,3 分経ったら火を止めて、茹で汁を一度流します。お湯を流したら、ガラを洗ってきれいにしていきます。こういったね、内臓とかもしっかり取っておきます。こんな感じできれいにしていきます。鍋が洗えたら、殻を戻して水を入れて3時間ほど炊いていきます。それでは次に塩だれを作っていきましょう。ボウルの中に 300cc の水と、ホタテの貝柱 20g、 ホタテ焼き貝ひも 20g、 そして昆布を 15g、このまま3時間ほど水出ししていきます。ということで、水出しができましたら、こちらを鍋の中に移して、酒 150cc、 みりん 50cc、 ヒマラヤピンク岩塩 20g、 そしてこちらを火にかけて煮詰めていきます。タレを1時間ほどグツグツ煮たら、火から下ろして網でこしてあげて、塩だれの完成でございます。ということでね、鶏ガラの方も3時間ほど炊いて、このように綺麗なスープが取れたところで、先ほどの魚介スープと合わせていきたいと思います。よいしょ。そしたら、さらにこちらのスープを1時間ほど炊いていきます。それでは次に、ホタテの香味油を作っていきましょう。汚いフライパンにサラダ油を 150cc、 干しホタテ 20g を入れて、弱火で1時間じっくり油にホタテの味を移していきます。ホタテの旨味が油に移ったところで、別の容器に移して一度冷まして、味をなじませたら、ホタテ油の完成です。ということで、次にチャーシューを作っていきましょう。今回のチャーシューはですね、いつもとはちょっと趣向を変えまして、こちら塩麹につけた低温調理チャーシュー、こちらを作っていきたいと思います。ということで、こちらの豚肩ロース肉をジップロックの中に入れていきます。そしたら、この中にこちらの塩麹を入れていきます。ドバドバーってね、 70g ぐらい入れていきます。そしたら、塩麹をお肉全体に行き渡らせまして、このまま1時間ほど漬け込みます。お肉を1時間漬け込んだら、鍋の中に入れて、そして低温調理器を入れて、温度が62度で、時間が3時間
低温調理していきます。3時間経ったらこちらの低温調理器を外してチャーシューを取り出します。おお、いい感じに仕上がってそうですね。そしたらこちらをフライパンで炒め焼き目をつけていきます。そしたら先ほどのホタテ油を少し入れてお肉を焼いていきます。よいしょ。めちゃめちゃ跳ねるな。おー、美味しいですね。それでは初挑戦しました塩麹低温調理チャーシュー切っていきたいと思います。よいしょ。おー、めちゃめちゃうまそう。見てくださいこの断面、綺麗なピンク色でめちゃめちゃうまそうに仕上がりました。ということでこちら切っていきたいと思います。ということでめちゃめちゃうまそうな塩麹低温調理チャーシューが完成しました。それでは続きまして製麺の方をしていきたいと思います。今回使う小麦粉がこちら、こちら北海道産の春よ恋、こちらを 250g 使っていきます。そしてここに今回は加水率がちょっと高め 45% になるように 112.5cc の水に塩と乾水を 2.5g ずつ溶かして入れていきます。このように水回しが終わったらこちらをこねて生地にしていきます。できたらこちらを1時間ほど寝かしておきます。それでは1時間経ちましたので麺を伸ばして製麺していきます。それではいよいよ製麺していきます。よいしょ。麺が完成したら最後に打ち粉をはたいていきます。ということで麺が完成しました。やべ、なんかスープ生臭えな。ネギ入れりゃ大丈夫かな。それでは最後にですね、こちらのスープの中にこちら臭み取りのために長ネギの青い部分を入れていきます。あとね、ちょっと怖かったんで生姜スライスも入れときますね。匂いどれかな。ということでこちらをこのまま15分ほど煮込んであげればホタテだしスープの完成です。そしたらついでにねトッピングで入れるネギの方も刻んでいきます。ということで全ての食材が整いましたのでいよいよ麺を茹でて仕上げていきたいと思います。さあということで完成です。いやー、どうでしょう、この濃厚なホタテの出汁が出たスープ、さらにそこに低温調理チャーシューの彩りが加わりめちゃめちゃうまそうです。さあということでめっちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあということで完成いたしましたので早速食べていきましょう。いただきます。ということでね、まずはスープからいただきましょうかね。ということでホタテの出汁がしっかり出ているスープ、どんなお味がするんでしょうか。いただきます。ああ、はい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 、いい出汁出てるね。いや正直ね、作ってた時には、ちょっと臭みが出ちゃったんでこれどうなんのかなと思ったんですけれども、さすがにねネギと生姜を入れたら臭みが消えてくれて美味しいスープに仕上がりました。ああ、うん、うまい。それでは次にこの麺の方もいただいていきましょうかね。いただきます。
いやもちもちしてていいですね。普段より水多めの高水麺にしたので麺がねちょっともちっとした感じに仕上がってますね。それがねこのあっさりとした塩ラーメンにすごい合いますね。あ、麺うまいわ。それではこちらの低温調理チャーシューの方もいただきます。おお、いやジューシー。いやこの低温調理ならではの肉々しい感じがたまんないですよね。この塩ラーメンに花を添えてくれる感じがしますね。麺うまい。ただ正直なこと言うとですね、今回この動物系スープの鶏ガラをですねあんまり使わなかったんですよ。ということもあってかですね、やっぱりちょっとスープにパンチが弱い気がしますね。もうちょっと動物系のスープの味が強めに来るとですね、またスープに厚みが出て美味しいラーメンに仕上がったんじゃないのかなというふうに思いました。まあそれはさておきね、ホタテの出汁が十分に染み込んだ美味しいラーメンに仕上がりました。ということでここいらで飲んでいきましょうかね。ということで今日のおびれでございます。ホタテの旨味がギュッと詰まった塩ラーメンときましたらこれで決まり。じゃん、ザ・プレミアムモルツマスターズドリームでございまーす。ということでこちらのビールね、ちょっとお高いビールだったんですけれども、このねうまいホタテのラーメンに合わせたいのと思ってこちらの方を選んでみました。それでは注いでいきまーす。さあということで飲んでいきましょうかね。乾杯。めっちゃうまいですね。あのプレミアムモルツってついてるんで結構ホップの香り強めなビールかと思ったらそんなことなくて、しっかりとねビールの味そして苦味が感じられるビールに仕上がってました。あーうまいっすね。味がね濃い。このうまいビールとねうまいホタテラーメンでございます。ここにね、このうまいビールが合うんですよ。出汁がねガツンとくる感じがめっちゃたまんないですね。いや今までねホタテそのもの以外でですねホタテの旨味をこれだけ感じるものを食べたことなかったんですごい新鮮ですね。あーいやこの低温調理チャーシュー食べてからのビールめちゃめちゃうまいですね。これ宅飲みはかどりますね。さあということで完食でーす。いやーうまかったな。いやもう本当にねホタテの旨味が凝縮された塩ラーメンのスープめっちゃうまかったです。まあただね一つだけ言えば、さっき言った通りね動物系のスープがもうちょっと強ければまたね少しスープの旨味に厚みが出てよかったんじゃないかなというふうにも思いました。あとねこのねマスタードリームめちゃめちゃうまかったので皆さんこれぜひ飲んでみてください。さあということでこちらの動画を見てホタテの塩ラーメン食べたいなとかマスタードリーム飲みたいなと思った方ぜひグッドボタンと下のチャンネル登録ボタンもお願いします。これからもね自作ラーメンだったりビールにはおつまみだったりどんどん作っていきたいと思いますのでぜひぜひチャンネル登録お願いします。というわけでもう竹田ですがそろそろ締めさせていただきたいと思います。それでは最後は一丁締めで締めていきましょう。それでは皆さんお手を拝借。